チャンネル。ボージョレーで飲んだら美味しいって、あれはもうジュースを飲んでるのと一緒やね。だから高いワインっていうのは何年も置いて、長いこと置いてるやつが埃をかぶったやつをずっと出してきて、そのワインを酸菌検査しても乳酸菌しか出てこない。だそういうワインを飲む。一本何十万とかね。そういうのやつあるでしょ。あれはそういうして、それを作ろうとしてバストルが見つけた。それを食品に当てはめたり、これは特に牛乳に当てはめたのがバストライズという、そういうことです。ただこの先の牛乳のこと、特に東洋民族というか有色人種はお腹ボロボロします。で、この中で牛乳飲んだお腹バタしダメなんですという人は絶対います。その人はその殺菌方法が違う牛乳を飲めば下さない。だって赤ちゃんの時からそうです。ただ農耕民族というのは発酵食品を食べてるんだけど、その酵素の量が少ない。それで反応が遅い。そのため牛乳を飲んだらお腹ボロ。これはじゃあ漢民族がそうです。中国人もそうやし、モンゴル系もそうやし、白人にもいるし、ね、そういう飲み物。それでこれは長期保存するもの、フレッシュで飲むものじゃなくて、本来ならば雨季と乾季しかない地域でないとこれは育たなかった。なぜならば、ね、我々みたいに日本のものでウッズがあって、っていうのがフォーシーズがあって、いつでも新鮮なものが手に入るところでは刺身を食べる、ね、ところが雨季と乾季しかない地域、雨季が終わって乾季に入ろうとしている時は何もだん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 食べるのがなくなってくる。ちょうどその時に子供が生まれたと、赤ちゃんに飲ましたいミルクお母さんなかなか出すことができなくなってくる。ところがその時の食べ物に何もするかって言ったら、雨季の時に食べてきたミルクを保存する。ハード系のチーズみたいなのをいっぱい作って、ベルギーの中でもテントが高いのにこのチーズをまとざわっと集めて乾燥させてできたり、それを粉にして乾季の時に飲ましてる、ね、だから世界地図を開けたら大体食文化2つきれいに分かります。そういう食べ物があるの。だから日本だけ牛乳はフレッシュでもフレッシュでもと思ってるけど、彼らの文化というのは保存も必要だし、フレッシュなものも必要だし、そういうのを家庭が昔から DNA として持ってて、だから今のクリームが売ったりするし、バターを作るし、オイルもするし、そういうこともできる。で、置いとったらヨーグルトになる。いや、それをレンジェット酵素を使わずにガーゼにこしてカッテージチーズを使う。要するに保存食だと思ってた。そういう、やっぱり帝王殺菌の原理をしっかり飲んでみてください。いただきます、うん、どうですか。なんかいつもの牛乳じゃない、生クリームみたいな、うん、でうちではこれはうちだけの牛乳。大体皆さんが飲む牛乳というのは ABCDEFG という100、日本でやる牛乳が1万2000個の酪農家がいるので、その牛乳を各メーカーの牛乳を集めてきて、それをブレンドして、それで成分を 3.5% に調整して出荷する。ここまた使いますので、ご自分のままお入れください、ね、だから今皆さん方はテイスティングしている頭の中に海馬に残ってる考え方っていうのは、家で毎日飲んでるを思い出してるんだけど、これは牛乳を、ね、殺菌65度でしたやつを瞬間冷却で5度までしたやつを、これ用に今牛の体温と同じ温度、ね、ステンレスが胃袋やと思うんですよ、ね、これは、うん、皆さん方胃袋
もうお腹の中ではもうすでに消化始まっているので、この牛殺菌してます。だから火細菌もしているはず。そうです。当然ね、これは喋ってる間に。だから牛乳は自分で自分の守る術があります。短時間。それが脂肪です。ね、でそれを牛の体温と同じ温度の38度。深部はやはりと 2,3 度高いですから、これ特別に42、3度まで上げてます、ね、で殺菌してますから乳酸菌の分泌減ってます。でそのために何をするかというと乳酸菌を添加してる。皆さん方が45度です。45度ね。これ20番は普通は20番まです。人間もそうですよ。胃袋外に出てないの筋肉で包んで38度保ってるわけ、36度か38度。人間も深部入るったら36度じゃなくて37度の人もいるし、高い高い温度の人もいる。それと同じだから乳酸菌はこの中ではそんなに減ってるわけ。要するに皆さん方が風邪ひいたから言うて医者へ行ったら抗生物もらうときありますよね。あれをもらうということは風邪の菌だけを殺すんじゃなくて、いい菌も同時に殺してるはずね。だから医者は何をするかって言ったら消化剤出すでしょ。あるいはビタミンで、要するに抗生物質を飲ました後ちゃんと補充するものを出す。だから消化剤の中に乳酸菌の消化剤を出してるはず。だからそれと一緒で殺菌したから乳酸菌の分数が減ってるので、その乳酸菌をそこに入れて。最近飲んでいただきます。チーズ職人になったつもりで。はい、分かりました。一気に出ていきます。はい、全部。すごい液体かと思ったら、口上がった。本来、皆さん多分、ヨーグルトのぐらいで。ヨーグルト作ってると思う。ね、このまま38度の部屋に置いとくとヨーグルトになります。殺菌した晩まで何もしなくてもヨーグルトになるけど、その時は落下細菌との乳酸菌との力のバランス。どれぐらい、何時間ぐらいで？だいたい24時間から30時間ぐらいでできるはず、ヨーグルトは。温度も38度で保って。ただカスピ海ヨーグルトは私美味しかったからってみんな配ってみんなで食べよう食べようってやってたら全然違う菌を食べてる。あの作業してしまいます。レンネットという。でこれがレンネットという乳酵素です。ダンプと入れて6日間しっかり混ぜて止めてください。ね、入れてからしっかり6日間混ぜて。これ人間も今一緒で牛乳とかそういうのを食べると胃は攪拌するでしょ。あれと同じことをここで言われてる。これでチーズ工場ではだいたい30分ぐらいで、ちょっと今日は量も少ないのでだいたい10分か15分ぐらいすれば固形化してくる。というのは先ほど言うように細かい粒子が浮いてた、浮くということは水に溶けないこと。で今の酵素を入れるとその溶けない物質を全部水溶性の物質に変えてくれます。じゃあ水溶性同士っていうのは癒着をします。だってナイフで指切った後いつの間にか治ったあれタンパク質の癒着。ほっとかしてたらできるんですか？固まる。シャカシャカするのやと。じゃないです。あれはあれです。あれはバターを作る。あれはバターは粒子をね集めていくわけ。あれはだからバター1ポンドを作るのに牛乳どんだけいるか。むちゃくちゃいる。どれぐらい想像してる？1ポンドだったら420g。さっきの20本以上。そうそうそう、14キロ。比重は1ですからね。比重を見るとそう変わりにかからないので、だいたい14、15キロ。だからバターにポンドでも
日本国内で大体600万トンぐらい牛乳搾って600から700万トンが年間搾ってて、そんなの何パーセントかをバターに変える、だからここは足らない、だからバターの値が上がったって言ってるけど、バターを直接食べる民族っていうのは日本人だけやで、ヨーロッパ人はね全部料理に使う、ソテーしたりオリーブオイルとかバターとかそういうお菓子に使うとか、そういうものに使う、あれをバターの上バターを取って塗ってジャムに乗せて食べない、あんまり食べない、だからヨーロッパで甘くてます、エシレバターや何や高いですよね、だから甘ってくるから向こうはどんどん輸出したい。今回はここまで。次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。次回もお楽しみに。この動画を見ていいなって思った方はぜひチャンネル登録をしてみてください。アートマンチャンネルでした。